どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新戦の動画作っていきたいんですけども、いやいやいや、ついにやってきましたね。この日が来るのをずっと待ってました。群雄割拠ガチャの解禁ということでですね、ピックアップガチャが、今日から回すことができるようになってます。で、今日1日だけということになってるので、回そうかなという方はですね、お早めにというところなんですけども、なぜそんなに待ちわびてたかと言いますと、こちら武将一覧ですね。この、星子武将10種類なんですけども、外れがほぼないということになってるんですね。まあそのどれが外れかというのはですね、その人個人個人で買ってくるんじゃないかなと思うんですけども、芝居であるだとかリクソンであるだとか、あとまあ趙雲なんかですね、こういった武将が一つのガチャでピックアップされてるって言ったら、まあなかなかないですよ。こんだけ豪華なラインナップのガチャはもう未来永劫出ないんじゃないかっていうぐらいですね、なかなかに熱いガチャということになってるんで、今回はこれを回していきたいかなと思っております。で、個人的にはですね、装飾ですね、こちらは僕は必要ないかなと思っております。一応前回の動画でね、不要な星子武将ということで紹介させていただいた一人になってるので、まあ引いたら残念かなというところですね。あと宿友も持ってますし、重ねるつもりもないので、まあ外れっちゃ外れかなというところですね。で、王兵なんかも一応この継承戦法は、生殖の地位なんかで使ってる方がいるので、外れではないという方も多いんじゃないかなと思うんですけど、僕、宝刀も宝箋も持ってないので、ちょっと王兵の継承戦法は使い道ないかなというところですね。で、カダは2枚持ってるんで、まあ、そんなランクアップまで刺したいかなとは思ってないっていうところですかね。で、一応、大当たりとしましては、芝居と趙雲ということになってます。この2人が当たったらもう、手叩いて喜びますけどね。ただですね、このピックアップガチャ、これだけのラインナップなんですが、深追いはね、戦法がええんじゃないかなと思うんですよね。っていうのが、これ、排出確率に差があるんじゃないかって僕は思うんですよね。で、一応これ、どの武将が何パーセントとかいう表記がされてないじゃないですか。で、こう、上のテロップをボケーっと見てたんですけども、まあ、芝居、陸遜、趙雲ぐらいの武将が出てることが少ないんですよね。ほとんど流れてきません。大体がそうですね、花公園とかゴツトスポツかな。この2人がめちゃめちゃ多いかなと思ってるんですよ。なんで、深追いはせんとこかなと思ってます。芝居か趙雲欲しいんですけども、出んかったからといって出るまで回すみたいなことをやってると本当にいくらかかるかわからないので、ちょっと自制してですね、今回は一応1万4000円相当の、課金アイテムを用意させていただきました。これを全てガチャにぶっ込みたいかなと思ってるんですけども、追い金はしません。もしいいのが引けなかったとしても追い金は一切やりません。絶対絶対にもうこの1万4000円分ぐらいでですね、とどめるということを決めた上で、もう何があっても追い金はしないという前提でですね、ガチャを回していきたいかなと思います。もう追い金しとったらいくらかかるかわからないんで、絶対に追い金はしないでおこうかなと思っております。はい、そしたら前置きが長くなりましたが、回していきましょうか。緊張するな。何回ぐらい回せますかね。そうですね、6回ぐらいかなになるんかな。つうことは、まあ、天井込みでも、そう、1枚ぐらいしか出んかもしれんということ。これは厳しいな。まあまあまあ、そんな天井になることもないでしょう。まあ、4、5枚引けたらいいかな。そんな引けないかな。ちょっと回していきましょうか、そしたらね。はい、行きましょう。あー、緊張するな。出てくれよ、超芝居。あ、ダメ。うわー、やばいな。10連で1枚も出るのはちょっと悲しいぞ。おいおいおい、いきなり天井か。出た。カズレや言うたやん。もう一回来い。あ、来ない。嘘だろ。出んな。引き割る。来い。はい、これが三国志新戦です。1万4000円相当の、課金アイテムを使って、宿友が1枚だけ出たということになってます。はい、1万2000円追加します。はい、チャージしてきました。こんなんでやめれるわけないじゃないですか。ずっと楽しみにしてたのに。
いやこれはちょっとこんなもんでやめてたら動画にする意味もないわっていうことなんで、ちょっと絶対に追い金はしないと言うてましたが、追い金させていただきました。何が 4,5 枚は引けるかな、や1枚しか出ませんでしたね。これはちょっとひどいな。そしたら引き続き回していきましょう。うわほんまでんな、ドライナットン2連続ぐらいでこれ、うわほんまでんな、これこんだけ天井連チャンある。はい、意に生きる者としてあまねく万能の質は、もうこんだけ出んのやから、もうせめて宗神とかでもいいから出て、宗神とかあとそうですね、あもう誰や出てけえわ、ゴツトツコツとかでもいいんで、もう持ってるやつ出ないで、もうあと 4,5 回か、頼むで、あと 2,3 枚は来い。来た、誰、戦利を駆けんで敵の領外をする。まあ書こうよ、まあ使うとしたらランクアップかなりできるんでもうええけど、いやひどい、これはひどいわ、なんか胃が痛なってきたもう天井やめてよ、天井やめて、来い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 、もうなんか来て、もうなんか来て、とりあえず、おいおいおい、マジで終わりかこれで、誰れまあ、せめてって言ったんが来たんでいいんですけど、まあ、できたら芝居超運ぐらい来てくれたらありがたいんですけど、こいえおいいかなる地にもいらんって言うたやん。もう一枚来い、こんのかよ。あと一回回せんの、足りんな。はい、もう600円だけ加減してきました。もうこれで最後やで、もうこれ以上は使わんぞ。はい、いきます。来い、やったあっ、マジか、600円追加してよかった、やった、いやー出るわいやー、これぐらいで済んでよかったな、しかしまあ、これやったらもう言うことないでしょう。あら、画面が消えた、あー、なった、やったー、まさか出るとは思いませんでしたけどな、この追い金で。はい、やりました。ということでですね、今回のガチャ大爆死かと思いきや、最後追い金したお金かな、ではですね、そこそこ星5武将出たかなっていう感じですね。事前に用意していた1万4000円分ぐらいではですね、しくゆうだけという本当に地獄みたいなガチャでしたが、最後の最後芝居を引くことができました。できましたが、これ見ていただいてる通り、これ相当辛いですよ、このガチャ。なんで本当に僕の真似せんとね、やめるときはやめた方がいいです。もう出るまでやよったらいつになるかマジでわからんなっていうガチャの怖さ、ちょっと体感しましたね。もうビクビクガクガクしながら実は回してましたけどね、多分ね、なんぼでも使ってたと思うんですよ、あのさっきの感じだったら。これで出んかったらまたなんかお金追い金で使っちゃってた気がするんで、注意していただけたらなと思うんと、ちょっとですね、今からこのテロップをボケっと眺めながらですね、全部数えていきたいと思います。なんで100回ぐらいかな、数えてちょっと各武将が何回出たかとかいうのをね、チェックしてみようかなと思うので、もうちょっとだけお付き合いいただけたらと思います。はい、先ほど100回と言ったんですけども、300回テロップが出るまで眺めさせていただきました。やっぱり数える回数が多ければ多いほど確率が収束してきて、正確な数が分かってくるんじゃないかなと思いますんでね。で、数えさせていただいた結果がこちらになっております。はい、これを見るとですね、出やすい武将と出にくい武将が一目瞭然ですよね。出にくいのは芝居とリクソンと長雲と宿友ということになってます。宿友はちょっと意外ですけどね。で、大体出る確率って言ったら 5% から 8% の間ということになってます。かなり低いですよね。で、逆にですね、残りの8人の武将は出やすくて、大体 12% は超えてるっていう感じですね。王兵の場合はちょっと 11% しかないんですけども、これはまあこう誤差といいますか、絶対まあ抽選でやってるっていうことやったらこういった誤差出てくるんじゃないかということでですね、このような結果になってるということですね。
なんで出やすい武将の半分ぐらいの確率でしか出にくい武将は出ないっていうことになってますね。しかもこの出にくい武将の数の種類が少ないので、芝居陸村超宿友が出た回数を数えるとですね72回ということになってるんですね。なんでこれ300分の72ということで 24% ということになってます。で各武将おそらくこれ出る確率一緒になってるんじゃないかなと思うんですよね。出やすいんは何パー、出にくいは何パーというのは一律っぽいので割る4をすると、6% かな。なんで例えば芝居ピンポイントで欲しいわって思ったら星5武将が出た時の 6% ぐらいの確率ですよっていうことですね。これはかなり狭き門なんじゃないかと思いますけどね。逆にその出やすい武将の場合は 12% ということで、まあ割と出やすい10枚に1枚ぐらいは出るかなというところですね。ただですね、常設されている名称ガチャの場合はですね、各武将の排出確率って 1% 未満みたいだったりするんですよね。なんでそんなガチャで欲しい武将を狙うよりはこういったピックアップガチャを狙ってですね欲しい武将をゲットする方が確実に出やすいというのだけはですね間違いないんじゃないかなと思います。で、あとまあ芝居特に出にくいかなと思ってたんですけど、数えてみた結果ですね宿友と変わらないということだったので、このリクソン・チョウンなんかも同じ確率で出るっていうことを考えるとまだちょっと希望あるのかなと。1枚だけピンポイントで出にくいみたいなことになると本当にしんどいのでね。なんでそのぐらいの確率で出るんだよというのをなんとなく頭の中で思い浮かべながらですねガチャ回していただけたらなと思います。ただやっぱり闇が深いのは間違いないので、まあ、無理しない範囲でね三国新戦のガチャを楽しんでいただけたらなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。